ボビーアートレザーのボビーです、大阪のボビーアートレザーのアトリエからお届けしております。でですね、まあ、前回、スカーフリングのことね、何この止め方みたいなような動画をですね、制作したんですけどもね、まあ、ほとんど撮りっぱなしみたいな感じで、まあ、今回もほぼ撮りっぱなしで、後で、編集のスキルも備えないんでね、あれですけどもねあれってのはね。でですね、今日はですね、こなれた感じのね、キャスケットのこなれた感じの被り方みたいな、ちょっとね、どうやって被ったらいいんやとか、まあまあ、こういうの作ってるのは分かると。そやけど、なんか普段そんな被らへんしなとかね、どんなんがいいかなってことだ。だから、こういうこれキャスケットってね、よくあるこうライン、こういうね、帽子ですけど、これもうずっと作ってるんですね。ちなみに初めて作ったやつお見せしましょう。初めて作ったこれ、これもう何ていうの、基本的にはまあ今だとそんなに変わらへんねんけど、あれよ、これもね、まだボビーアートレザーっていう名前をがつく前かな、当時はレックレスっていうブライアン・アダムスのアルバムからね撮って、ブランド名にしようかなと思ってね、動き始めてるんですけども、なんかちょっと違うなと思ってですね、まあ、今現在ボビーアートレザーという屋号でですね、展開してるんですね。こう、まあ、インディーズバンドのようなノリでですけどね、ずっとこうコツコツと。でですね、これが初めて作った身を見まねでね、作ったキャスケットなんですね。うん、思い出深い、僕にとっても思い出深い、一つでですね、作品の一つで、このね、つばには何ていうかな、ここか、マッド、ドラマーのマッド王子さんとですね、アーシーシェイカーのマーシーさんのサインが入ってるんですね。なんかその頃ぐらいから、なんかこういろんな夢の続きというか、そのなんかこう回り始めたような、そんな気がします。まあそれはさておき、まあ基本的にはそんなに、まあし、まあ、あれから十数年経って、まあ現在ね、こんな感じで、実はですね、まあ僕は普段ハットなりキャスケットなりをですね、普段からもう人前、特に人前に出る時はかぶってるんですね。まあそれもまあ印象っていうか、まあ、どっかで会った時も、どっかでまた再度再会した時とかもね、覚えてもらいたいなっていうところっていうか、まあトレードマークっていうかな、そういう意味合いもまああるんですけども、だからね、今何もかぶってない状態でしょ。なんかすごいなんかこう丸裸でカメラの前にいるみたいでね、ものすごいこう気恥ずかしい、そんな感じでなんですよね。うん、でまあ一回こうかぶったらですね、やっぱ髪もぐしゃっとなるし、なんていうかな、脱ぎにくいよね、肩つくやん、これも鹿、基本的に鹿革が多いですね、ディアスキンですわ。鹿革にもね、柔らかい感じで、ですね、どう言ったらいいのかな、レザーって言ったらなんかこう牛とかいろいろあるでしょ、ね、馬とか、僕大体馬が多いですけど、ハットとかそういうこういうのとかね、馬の皮使ってますね、メインでね、どっちかが言うとちょっと張りのある仕上がりっていうか、まあなめし方によるとかね、そういうのっていろんな仕上がり方はどの動物でも違うんですけども、まあ基本的にざっくり言うと、まあ、ちょっと若干こう張りがあるっていうか、柔らかくはなるんですけどもね、馴染んではくるんですけど、パーンとした感じ、ね、まあ日本語はちょっとボキャブラリーがねあれやから、ちょっとね、パーンとした感じで、ね、シュッとした感じで、でまあ鹿革はね、割とね、とかそれね、羊の革とかね、これね、基本的にじゃない、ニュージーランドラムですね、レザーで、ね、この何とも言えんこの何ていうん、
ゴボゴボのワイルドな、これし、まあ、シボっていうんですけどね、このこういうなんかこう何言うのギュッとなった感じね、これ天然のね、あのなんかあのシュリンクさせたわけでもなくて、まあ、こういう仕上がりのワイルドな、なんかやれ感があるね、同じ型紙から作ってもね、こむじゅこれはね、あのすごく薄く薄いてる感じで、もともとねこれね、高級なね、あれダウンベストとかレザーのね、ダウンベストとかのこれヨークのとことかね、いろいろ使われてる素材なんですね、うん、で、もう普段割とこれはね、かぶってますね、あの、なんていうかな、こうコーヒーにこうミルクをガーッと混ぜたような感じの色でね、あのね、どう転んでもコーディネートに、で白系にしようが、もうまあ例えばこういう、ち今あのこうちょっと何、A1 言うたらミリタリージャケットね、そのレザーで作ったこの革ジャンですけども、同じです、馬側のね、で例えばこういうなんでも、まあまあ馴染むっていうか、差し色にちょうどいいし、水色とかね、そういうのはなんか青系のもので着てもね、ちょっとあのトッピングしたお二人ね、モノトーンでも合うし、あの結構重宝してますね。でまあ柔らこいっていうのもあって、うん、あの非常に使ってますね。じゃあ あとこれもいいよ、これね、あのこれもディアスキンですけども、これはねタツノの方のね、あのレザーなんですけど、あのね、害獣っていう鹿、害獣じゃないですか、その害獣とかを駆除してたね、そのされたものをですね、白なめしっていう方法でですね、あのこう何ていう、真っ白でもなくて、ね、カメラ越しだとちょっと、まあ、真っ白にしか見えへんやろうけど、あのどっちかというとバニラのアイスクリームみたいな優しい色かな、まあ、ちょっとこう何ていうの、ほんで、あの舐めす時もその天然の、要はあの要はいろんなもんでこう薬剤混ぜるわけじゃないですか、こうでこうでこういうふうに舐めすわけですね、あの皮からね、皮革の核へ行くまでの間の製作工程でいろんな薬品も、あの体に優しい、自然に優しいもので作っている白舐めしっていうね、あの昔から古来からやってるこの舐めし方でね、これ実はすごい希少なものなんですよ、あの素材自体は。でそれをですね、あの使って、仕上がった、それを元にね、あのなんていうかキャスケットで蘇らせたっていうか、そういうあの素材なんですね。だから赤ちゃんの、例えばこういう白なめしのね、あのグッズはいろいろ多分あると思うんですけども、あれですよ、あれ使ってるの、赤ちゃんのファーストシューズとかね、で、使われてますね。さあ、前置きは長くなりましたけどもね、いよいよね、まあちょっとこれ使おうかな、持ってるからね、この白飯のこれもね、よく、被ってますね、うん、あのモノトーンのこれ意外にね、これも合わせやすいですね。で、まあどうやって被ったらいいかと、ね、出ないと普通にポンと、もうちょっと普通にポンと被ってみようかね、どんな感じか。普通にこう被ったらね、あのなんかこうマリオっていうか、マリオだよねって感じで、とかあとイケてない感じの、ちょっとイケてない感じ、被らされてる感じなんですよね、ね、着せられちゃった感じだからね、それよりもね、やっぱりこうええ感じがいいよ。で、まあ目安、被る時の目安、まあもう耳があってこうバランスあるやん、まあ、ざっくりやで、どこら辺ぐらいのこう被ったらいいんやと、ね、まあ、基本的なもんでいいと思います。あの被、ね、あのいろいろの楽しみ方できますから、あのこの目、僕もちょっとちっちゃい目やけど、目のこの感じと、だいたいこの眉毛のね、こうあとだいたいこれぐらいが目やったらいい感じかな。でね、まあ僕はこう後ろにこう、何よ、もう絶壁やけどね、でこう後ろにこうやってこうやってですね、まああのこうやって、まあここら辺かぶるやん。でまあ今ちょっと鏡がないからあれやけど、でまあ
こうかぶったら、まあ、まあまあ普通やなって感じだけど、ちょっとこうこなれ感があって、ちょっとここね、どっちかに倒したりして、でまあ得意な顔とかあると思うんだけど、まあそれはそれでね。ほんでね、僕はどうしようかな、こうして普段で、まあどっちかというと髪の毛の毛の流れがこっちの方に流れてるので、僕はこっち落として、こっち耳かけて、ちょっとこっちをこう、こんな感じかな、こんな感じで、やってますけどね。うまくかぶれてるかどうかは、あとでモニター見ながら分からへんけどね。まあそんな感じでかぶってますね。まあ他の分でも、ね、じゃあこのね、まあ、今日はなんかちょっとこれも合うかもしれへんね。でこういう柔らかさもだから表情もね違うからね、こういう感じでね、前の方にこう真ん中の方にこう持ってきてもいいやろうし、うん、でここどっちかこうペチャッとしてね、こんな感じちょっと斜めにしてもいいやろうし、いかがでしょうかね。こんな感じでね、どんな感じなんやろうね、これ。なんかこうほら普段から割とかぶり慣れてるようななんかこうね感じも、うん、ね、あとね、そうやな、ね、よくハンチングみたいな感じでね、ここ前、これほらこう緑があるここ前へね、ピタッとこうやって、でここちょっと浅めな感じでね、こういう感じでね、なんかこう、昔 の、 新聞配達の記者とか、あとね、まあ多分こういうのとかだったらね、つなぎ着たりとかして、アメカジの感じでね、ちょっと太めのジーンズとかで、ワークシャツとかね、ちょっとこうやれた感じの着てね、ほんでこういうふうに、こういうふうな感じで、いうのも、こうしても、なんか雰囲気が出るかなという感じしますね。うん、とかね、あとよく普通にかぶってまっすぐこうやったら、もなんかほら大黒さんのなんかみたいやんって感じで、それはそれでまあいいよ。で僕やったらこうちょっとね、どちらの方にこう倒したりとか、あとね、後ろにねかぶるもベレー帽みたいにちょっとこう斜めにしてね、ちょっとこうもうこういうのもありかなと思いますね。雰囲気がね、着こなし方によっては面白いかなと思いますね。うん、いろんな表情が楽しめるし、でちょっとこう中にゆとりがあるっていうか、こう空間があるから、真夏でもねそんなに蒸れ蒸れにはならへんね、と思います。いや僕も真夏でもね、かぶってるし、でちょっとこっちのこれもねかぶってないからかぶってみましょうかね。これもね、だいぶ最初はちょっとゴワッとはしてたけど、ニュージーランドランもね、ただね重さもやっぱこうちょっと若干こうずしっとした感じはあるけどね、なんて言うのかな、いい感じの座りがいいっていうか、これもねお気に入りですね。いかがでしょうかね。ね、こんな感じで、こんな感じでね、絶壁もくぐれるしね。でこう空間もあるから、夏場でもそんな蒸れへんしね、おすすめですね。別にボビーアトレーダーに限らずね、いろいろキャスケットというのは布地とかでもあるしね、実際ね。であとはもうその大きさとか、クラウンのこの大きさとかのバランスがねぴったり合うやつとかあったら、ええと思うし、あとね去年ね衣装とかで作ってたね、これ結構いいよ。これギャラクシーパイソンって名前つけてリリースしたんですけど、これもねこれホログラム入ってセブンティーズフレーバーね、全開な感じでね、これね
なんか一見派手やん、まあまあまあ派手に見えるけど、これね実際かぶったらね全然あのしっくりくるんよ、うん、これかっこいいよね、うん、あの個性的っていうか、うん、同じものでも、まあ、生地が変わったり、素材が変わればね、うん、あのなんか雰囲気も違うし、あとなんか他にもね作りたいなとかやりたいないもあるけどね、コーディをする中で、トッピングですね、の一つとしてあの非常に印象的なものになると思うんですよね、うん、のねこのボビーガードレザーのー愛用してる方とかやったら特にね、あのやっぱ人前に立つ人も多いですし、やっぱりそのなんていうのな、埋もれない感じ、あのその他をせにていうか、こっからここでねこう作ってるからあのかぶりようがないんやけどね、うん、だからあのずっと愛用できるし、長い目であのなんていうのならしさとかね、キャラクターをあの演出できるっていうかね、うん、いろんなあの作ったよ、これもね、これはねよくライブ配信の時僕はあの被ってるなんですかね、黒の方もあったんですよ、このステッチがね、黒の方はあの完売しましたけどね、うん、でこれはねこれとかこれもねこれもあのちょっとサイズがほらちょっとこれ形があのシュッとしとるっていうか、これはねあのなんていうのな、いろいろこういう工夫をしなくても あの帽子のキャップのようにスッとかぶれる、これベーシックっていう感じでね、これも何年よ、もう十数年これをね、まだボビーガードレザーを始める前にずっと愛用してる、これもディアスキンですけども、もうだいぶ色もね抜けてるとこもありますけど、いい感じに育ってきてますね、うん、しっくりくるというか、これでね、あの革じゃないですか、レザーのもんなんで、あのなんていうの、で頭ってあったかいやん、そやからあのかぶっていけばかぶっていくほどその人の体にとかその何ボディにらしさに馴染んでくるっていうかさ、あの体の一部のようになっていくよね、まあそんな感じで、まだあの動画もそこまで慣れてはないんでね、その編集とか動画とかですね、だからまあちょっとお見苦しい点もただあると思います、だけどまああのこういう感じでね、なんかこう様子というかご覧いただければなと思いますし、うん、僕もなんていうのな、なんかこう一緒なんかこうアトリエに遊びに来てもらったような、そんな気分になってもらえればいいなと思います。でブログではねこういろいろ書いたりしたり写真とかね撮ってずっと載せてはいるんですけども、なかなか動画ってなると ね準備やらあるしね、まあ一発で済むっちゃ済むんやけどね、いろいろあるんでやることも多いんでね、メインはあのレザーのこの制作ですからね、うん、だから一つ一つあのなんていうかな、ハンドメイドなんでね、 お時間かかりますけども、こんな人が作ってるわけですね。なんかこうなんていうのな、ボビーガードレザーっていうか僕でも個人的にもですけども、なんかこんな動画って作ってくれへんかなとかね、こんなん見てみたいんやけどとか、そんな知りたいんやけどなとか、例えばレザークラフトで、ハンドメイドでやってるんですけど、どうもこういうとこが難しいんやとかね、何から始めたらいいとかね、うん、僕もあのなんていうのな、あの画流で、この全部画流でね、あの始めたんで、何の全部こう手探りの状態で、毎日いまだにやってますけどね、なんかこう、うん、気になることとか、こんなん見たいなというのがあったらね、あのコメントとかね、あのメールいただければ僕もすごく励みになりますし、またこういう動画をね、あの合間に、
作らせてもらおうかなと思います。それではまた、お目にかかれる日を楽しみにしています。ボビーアトレザーのボビーでした。じゃあね、バイ。